判決を受けたのは夜のけご公園に集まっていたけご界隈と呼ばれる住所不定、無職の20歳の男です男は去年6月当時15歳の少年と共謀して男子高校生に土下座を強要し顔を蹴ってけがをさせたほか会社員の男性に対する強盗傷害事件など合わせて6つの事件に関与しました。 これまでの裁判で男は起訴内容をてて認めていました。今日福岡地裁裁の鈴島新一裁判長は土下座を強要した事件について一方的に苛烈な暴行を加えていて社会的に許されるものではないと指摘その上で短期間で立て続けに犯行に及んでいて犯罪行為に抵抗がないと言わざるを得ないなどと批判し懲役5年の判決を言い渡しました。